帰る必要がわかんない。浦和のサポーターの言うのが怖いです。これね、広島がホームで来てるんで、広島中心の芝居のとは見せられるので、ちょっと私で、人気は見ません。終わらって楽しくなってチーム全体がいい感じになるので、
練習したらいいじゃん。はい、あーでもマツさんが本当に俺の選手に聞けられるのああいうことされたらですよ。マツさん振り切ったなと思いました。僕にはできなかったです。本当はやらなくていい選手なんですよ、やっぱり。はい、でも、あとからなら引き受けてチームのためなら恥もかくよということで、ああいうところを決めるとちょっとチームワークがいいし、はい、もしよくやるんじゃないですか。いやありがとうございます。はい、今この中でもフラワーズの印象とかね、ちょっと伺っていただいて、まあフラワーさんは常にこう日本のトップリーグを引っ張ってきてくださっているチームだと思いますし、まあ、今年特に、まあ、監督も新しくなられて、補強もかなり、いや、もう、はい、実力のある選手のことが見たら盛り上がるみたいなのがあるということで、まあ、今日サムレチがここまで、いい試合ができるかというか、まあ、勝ちたいですけど、まあ、かなり手強い相手だと思うので、まあ、胸を借りるつもりで、はい、試合したいと思います。で、まあ、今日はエディオ・ビジネス・広島の選手に少しね、初戦なんでね、今お手柔らかいというか、なかなかいい試合したいと思います。好ゲームに、はい、では改めて、まあ、いよいよ今日から、Jリーグを先立って、開幕戦行われます。これから、新しい歴史をね、このスタジアムで皆さんと共に、築いていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。この新スタジアムで、ここから私もただのサッカーファンとして試合を観戦させていただきたいと思いますので、広島の皆さん、そして浦和の皆さん、バチバチの、楽しい試合をさせてください。はい、頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。来週月曜日、朝日新居リーダーのテレビング矢部地区の MC 矢部博之さんにお越しいただきました。大きな拍手をください。ありがとうございました。ありがとうございました。そして各シニアでもありがとうございました。Thank you.